それでは、北斗の拳のドライユアティアーズという曲をリクエストいただいたんで解説していきます。まあ僕はあんまり北斗の拳、まあ、見てましたけど、漫画で単行本で読んでたぐらいで、あんまりアニメの方は見てないんですが、これも子供バンドの曲みたいで、で、まあ、今やったのがイントロのリフなんですけど、まあ普通に、こうかな。まあ単音でやっても、あのパワーコードでやってもいいと思います。まあこれもタブを見てやってくださいということで、でこれのバックでギターソロが入ってます。感じのギターソロが入ってて、まあずっとこのずっと最初はこの1弦の20と2弦の18、これをでずっとこの、8分刻みなのかなで入ってて、これが3小節いって、で次に1816に変わって、1816を2回やって、次1817を1回で、18から1弦18から2弦の13、14で1弦16で、この次にハモリでとか、こんな感じのやつが入ってるんですけど、よく聞き取れなかったんで、まあ大体の感じでこういう風に書いておきましたということで、まあこれもこれがあのギターソロの部分は赤字で書いてある部分なんで、まあ、2弦の21から20、18、20で、また18、20、21で1弦の18、20、まあソロ自体はそんなに難しいことはないと思うんで、ここからピアノで、ギターは入ってるかどうかわからないんですけど、僕はまあ一応コードに沿って、この曲多分ね、エアロスミスのドリームオンって曲があるんですけど、このどうやったかな、こうやった、ここか、こういうなんかドリームオンっていう曲があるんですけど、それの真似してる感じに思ったんで、なんか進行っていうか、なんか雰囲気が似てるんで、その感じで一応、コードのところ、最初の A メロのところをや、あの一応作っときましたということで、まずこの、全部省略コードで、まあ、全体でいくと、こんな感じなんですけど、まず F マイナーの、1弦2弦3弦、1弦8、2弦9、3弦10、これを1弦2弦弾いて3弦弾く感じで、でこれが D シャープになって、1弦の6と2弦の8、3弦8と、
でこれを2つずらして4、6で、でこの3行鳴らした後にこれを半音下げて、あ、半音下げて5を鳴らします。でここで Am の形が、半音シャープした感じ、2弦の2と3弦4弦の3、これを弾いて、次 D の形がシャープした D シャープ、これは1弦2弦で3弦と。で今度 D7 の形がこういった感じで、1弦の6、 2弦の5、3弦6、これ E のディミニッシュですね。まあこれ僕が鳴らしてるとこだけなんで、別にこれをとかいろんなとこで他で鳴らしてもいいです。で最後また Fm で、今度は Fm の押さえ方が違う押さえ方で、1弦の4で2弦6で3弦5で、ここで2弦の6から13へスライド、まあこんな感じでやりましたということで。次に B メロですけど、 B メロはまあ歪んだ音になって、まず A シャープマイナー、これ多分ね、僕レギュラーチューニングのこのギターでやったんですけど、半音下げのギターで使ってやったりしてるかもしれないし、まあちょっと分かりませんが、半音下げのギターで弾くなら、半音フラッ、シャープしてやってくださいということで、これが A シャープマイナー、まあアルペジオ的には5弦4弦2弦3弦と、この5弦ルートの A シャープマイナーで C マイナー、1音ずらして C マイナーで C シャープ D シャープまた C シャープ D シャープで、F マイナーのところでみたいなのが入ります。3、6、10、やるとこんな感じですね。でも一回今度は C シャープ D シャープを繰り返して、でまた C シャープで D シャープ、こういうの、ここもハモリで、ハモリっていうんかユニ、あのオクターブでやってるかも分かりないですけど、なんかハモってるような中入ってきます。これをまあ低いところを書いておいたんで、高いところでやりたい人はこれを1オクターブ高くして弾いてください。まあここでいいこんな感じですね。で C メロ、C メロが、今度はさっきと同じようなアルペジオなんですけど、まずこの、6弦5弦4弦6弦これを G シャープ4フレット666で、 G シャープの音 G ということでベース音だけ半音下げて3になります。この次 Fm を押さえて、今度6弦で4弦3弦4弦こういう音遣いをしてたんで、ここだ
けこんな感じですね。であとまた D シャープ C シャープ、これまだ5弦4弦3弦4弦で C マイナー A シャープマイナー D シャープが C シャープに行ったところで、まあ、G シャープ G シャープ on G F マイナー D シャープ C シャープに行ったところでコード的には次 E が来るんですけど、ここでみたいなが入ってまた次の A メロへ流れていく感じで6弦の4、3が入って A メロに行きます。これが、オクターブで、4弦の2と2弦の5、これを1音高くして要は2フレット分ですね。でまた戻ります。で3弦の35、それで6弦43、次は今度もうベース音だけ変えておきました。もうギターが入ってないような感じだったんで、ギターが入ってないというかベース音でやってる感じだったんで、これがこんな感じですね。で2回目コード進行に沿ってベース音を鳴らしていく感じで、でまたこのさっきの B メロが入ります。また C メロが入って、今度 C メロの最後に今度 D メロへ行くときにこのっていうのがあります。このこれがあります。これが4弦の6543が入って、で D メロに行きます。で D メロは普通にもうコードを E、まず E。これで E C シャープ、D シャープで、ここからギターソロに行くんですけど、こんな感じでパワーコードをじゃんじゃんやってるだけでいいと思うんですけど、まあ僕がタブに書いといたのはこれをちょっと変えて、まあ一緒にストリングスみたいな音が入ってるんですけど、それの感じで、まあっていう感じで入れときました。
まずこれ E のところで、5弦4弦の2で6弦0で次 G シャープは G シャープのこの押さえてるこの、3弦の5と4弦5弦の6これをでまたこれが入ってまた E で C シャープの部分は、この1度と3度と5度、3弦の1と2弦の3それで、5弦の4これをまた1音ずらして D シャープこんな感じですね。ソロがまあこんな感じの、ちょっとゆっくりしたギターソロだと思うんで、まあ頭はこの頭でやったこれが1弦20と2弦18これが1小節と3回かな7回入ってで20を21でずらして戻してで次これが1弦の1615で2弦の16で3弦の10あ1弦の15、16、15で2弦16これを2回で3弦152回で次ポジションこっちへ行ってまあこの辺ちょっとねゆっくりだけやっておきます。まず4弦3チョーキング1弦の4を小指あたりで鳴らしてまた今度3弦の3をチョークダウンしてで1で3弦の5へスライドして2弦4で61弦の43で46でまた4から3へスライドあるいはプリングで2弦4から6へスライドして6を何回か鳴らしてで次がこういう感じです。8から、6から8へ行って8から9へ行って9から11で162回鳴らしてチョーキングしてダウン13で最後1弦16をチョーキングしてゆっくりと下ろす。こんな感じですね。キーボードソロが入ってでまた、B メロかなで最後サビ C メロテンメではこうやってましたよ。これをこの形を1音ずつ上がっていきます。
でまたずっと続いていく。こんな感じです。それでこれでまああのフェードアウトしていくっていう感じで、ということでまあ割と弾きやすい曲なんじゃないかなと思うんで、頑張ってください。